また小山戦闘司令部を後、尾端英イを4月2日から1944年8月11日は、日本の陸軍軍人。官位は、陸軍大将十三三三一等。弟に、尾端信義。官学者、尾端万次郎の逸夫として、大阪府で生まれる。大阪陸軍地方幼年学校、陸軍中央幼年学校を経て、1911年5月に、 陸軍士官学校を卒業。同年12月に、騎兵将尉に任官、騎兵第11連隊付となる。1919年11月、陸軍大学校を優等で卒業。その後、陸軍大学校教官、イギリス駐在、インド中東部官、参謀本部演習課長、騎兵第14連隊長などを歴任し、騎兵畑を歩んだ。 1937年から航空畑に展示、明けの陸軍飛行学校長、航空兵団司令部付けなどを歴任。1940年、陸軍中将、第5飛行集団長となり、さらに第5飛行士団長、第3航空軍司令官などを経て、1944年2月に、第31軍司令官となり、裁判島防衛に当たる。 6月15日の米軍サイパン上陸時には、爆僚と共にパラオ方面に出張しており、サイパン島周辺が米軍の制空権下に入ったため、司令部に帰還できぬ状況となった。結局、現地をイゲタ刑事参謀長に任せ、オバタはグアム島から可能な限り式を取ることとした。サイパン陥落後、第31軍司令部は、 グアムで再編成されその防衛にあたる。7月21日に米軍の上陸が開始され、日本軍はサイパンと同様に水際撃退作戦を取るが、激しい砲爆撃により大きく、戦力を消耗し交代。8月11日に、大バは玉砕を覚悟した最後の総攻撃を加盟するにあたり、天皇並びに大本営に対し、との決別の辞を打電。 また小山戦闘司令部号内にて田村義富参謀長をはじめ64名の将兵と共に自決。戦死後、同年9月に陸軍大将に進級した。ありがとうございます。